ははいどうもロズティアです、はいえー、とこんばんばと,、はいえー、と今日もね日付変わったばっかりだけどちょっとね今日ねいろいろとねお休みをしててねお休みっていうかまあお休みは別にね普通に日曜日とかねあるんだけどちょっとねあの年末年始さほんまにいろいろありすぎてさ、まあ、風邪が治ってねとかさ あのねなんか鼻声でどうの鼻声は今も鼻声ないんだけど <laughs> 鼻声で鼻が詰まってるのは今もそうだし目も痒いんだけどでさ別に今言っても花粉昨日の話もしたけどさ花粉のシーズンでも別にないからまあ、なくはないんよその今のシーズンでもあるはあるんだけどそ,れそんなにでもないやん言ってもねちょ、うん、っと雨,雨上がりの日とかちょっとあるけどそれ以外の日はまあそこまででもないんだけど一応今日もちょっと雨降ってて今日昨日か昨日ちょっと雨降ってたけど 若干ね本当に若干降ってたみたいだけどなんか路面が濡れてたからさみたいなんだけどさまあなんかいろいろあってさそんなんもあったから、まあ、ちょっとリフレッシュしようと思っていろいろ遊んでたんよねその金を使ってでも遊ぼうみたいな普段は割とねその金使ってる金使ってるみたいな感じだけどそんなに使ってなかったりするんだけどさうんだ,だからうん今日今日ってか昨日はねそんな感じだったんだけど。 あーと明日はあーと、まあ、このサムネのねこれ,これルシアとミケネコさんなんだけどこの,、まあ、この2人を作るわけではないんだけどミケネコさんはもう作ってるから言ったらあの1回ね 2D モデルの,あの初お目見えのシーンか何かを、えー、と切り抜きを1本上げさせてもらってるんですでにねだからまあミケネコさんの方は上げてるんでルシアちゃんの方のなんか雑談会かなんかのちょっと面白そうなところをなんか切り抜いて。 思い出切り抜きをまたねそのねあのアロエちゃんとかそのクリスちゃんとかみたいにするってまあこの間もねちょっと発表したけど発表っていうそんな大げさな話じゃないけどあのやりますよみたいなことを言ったと思うけどあの実際にえっ、ー、と明日っていうか今日だねもう今日あでもねアップすんのは明日ぐらいだと思うんだよね多分分かんないけど明日の。 もしかしたら今日の,その夜遅くとかに上がるかもしれないけど言ってもどっちにしても平日なんでね明日今日でも明日でもどっちも平日だからまあ別にどっちでもいいかなみたいなところはあるんでうん今日はね月曜あれだったけどさでまあそういう問題もいろいろあるんでえっとなんでねえまあとりあえず編集作業自体は今日。 やろうと思ってますでアップはまあ今日明日明って感じですかね、うん、まあね一本ぐらいは上げときたいなっていう気持ちがあってでその全盛期というかさ当,当時の炎上した炎上っていうかまあ例の事件があってさあの情報漏洩とかまあ、あのディスコードの件とかがあった当時はさまだそのえっ、ー、とねないつだったかな4月だったかな多分4月に。 あのルシアちゃんのチャンネルがのアーカイブが消えたんかな確か元のね、まあ、今も保全してくれてる人はもちろんいるんだけど、まあ、その元のやつが消えたのがその時なんで、えー、っとその時から,あのだからまあその当時だから2月とか3月とか、まあ、言ったらルシアちゃんが動かなくなったのが2月の十何日とかそんなんだったと思うけどそっから4月までの間はさみんな消えちゃうからって言ってさいっぱいその切り抜きを作った人がいたんで。 あのでしかもさその時期だからめちゃくちゃ再生も回ったと思うよねだからその時期に作るのは本当は正しいんだと思うよだから俺もその時にさ毎日のようにそのルシアちゃんのことを語ったりとか三毛猫さんのことを話したりとかしてたからその,その時に作るのは本当は正しかったんだと思うけどそのまあその当時は俺まだ切り抜きを作ってなかったのもあるしあのそれもそうだけどやっぱりそのいろんな人が作ってるってことはこれこの前も言ったそのクリスちゃんの件とかでも、えー、とアロエちゃんの件とかでも言ったけど その優秀な切り抜き師さんがね作ってるやつに関しては俺が作る必要ないんよぶっちゃけ。隙間産業とか言ってさ隙間に入ってなんとかその再生美容稼ごうとかっていうこともそうなんだけどもちろん美容は欲しいよ再生欲しいしそのためにやってるし登録者も増やしたいしそのためにやってるんだけどもそのそうは言ってもね別にそれ目的ではないのよ。ただそのそんなねそれ目的だったら正直ね あのー、確かにクリスチャンのやつ今いまだに回ってるもう4,000も超えてるしもうめちゃくちゃ再生回ってるしまあこの調子だったら5,000はいくだろうな5,0006,000はいくだろうなとは思ってるよしかもこの1ヶ月の間でね言ってあれまだ1ヶ月だから10日でえっ、ー、とね多分12月の10日にアップしてるから1ヶ月もうちょっとで1ヶ月ねあとあと1日今日,今日9日でねあ今日今日10日かえっ、ー、と今日10日だからまあ今日 今日でえと1ヶ月になるんだけどあの動画を切り抜きをアップしてからであんなに回るとは思ってなかったからまあそれなりには稼げるだろうなという目測でもちろんアップはしたけどあそこまでその高評価とかコメントとかその再生まあ再生はまあそれなりにと思ったけどあそこまでコメントみんながくれたりとか思い出を語ってくれたりとかそのあの子が活躍してたらこうだっただろうなとか何かいろんなコメントをしてくれる人がいっぱいいてビジュアルが好きだったとかさ 言っててくれてそのもしね今も活動してたとしたらその今の技術でさ 2D モデルまあね、えー、と初期なんでねみこちとかもそうなんだけど初期の 2D モデルと今の 2D モデルってかなり、ね、バージョンアップされてるからそのいろんな動きとかその可動域とかさいろいろ変わってるしもちろん 3D が出るかもしれないホロライブだからねだ,だからそういうのも含めてもし今も活躍してたらそういうものが出てただろうなっていうのとかその他の子とこんな風に絡んでただろうなって正直 あの子が絡んだ形跡があるのって当然一期生の同期ぐらいなんよあの例えばえっ、ー、となんだっけなふぶきちゃんとかあの切り抜きの方で見てもらったらわかると思うんだけどあのふぶきちゃんがその代わりにツイあの配信始めますよっていうツイートをしてくれたとかみたいなことをクリスちゃんが言ってたりとかえっ、ー、とそこの、えー、とクリスちゃんの配信にハーチャマが来てたりとか。 あと,あとなんだ、えー、なんだろうねなんかまつりちゃんの話に言及してたりとか、まあ、まつりちゃんのことに関しては確か、えー、と他の人の切り抜きでもそのまつりちゃんと結婚するんだかんたらみたいなことを言ってたりとか、まあ、あれ他のことも言ってるけどねまつりちゃんはねなんだけど、まあ、そういう絡みをしてたりとかしてるのって1期生ぐらい多分ね0期生の子もなんかリツイートしたりはしてたんから、えー、ロボコさんかなんかがなんかリツイートかなんか言及かなんかをツイートしてたような気もしたけどその当時ね だけどまあまあそんなもんなんよだから絡んでたらまあだってその当時だからね言ってももう本当に初期で何年も前の話なんでねうんだからまあちょっとそんないろんな事情もあったんだけどさあそこまで回るとは当然思ってなかったから俺の中であそこまでの反響があるとも当然思ってなかったからその再生稼ぎのためにやってるまあん欲しいのはもちろん欲しいんだけどそれ目的だけではないんよね基本的には。 その思い出を振り返りたいしこういうのがあるんだよこういう子がいたんだよっていうのをこれ何回も言ってるけどっていうことなんよ。まあ正直ルシアちゃんに関してはこういう子がいたんだよってみんな知ってるわって話なんだけどただまあこの子に関しては本当に推しなんでねルシアちゃんというかまあ三毛猫さんにしてもそのナズナちゃんにしても全部推しなんで。 まあこの子に関してはその俺のこだわりというか俺が好きだからあげてるみたいな感じはあるしねでしかも今まで再三語ってきたのに三毛猫さんのやつとそのなずなちゃんのやつに関してはあげてるけどルシアちゃんに関しては一回もあげてないっていうのはなんか違うなと思って、うん、それも一回ぐらいはやっぱあげてえなと思ってっていう感じなんで、えー、とそれをまあ今日か明日にアップしますっていうことですはい。 えそんな感じで。えっ、ー、とね、今日ね、もしかしたら実写の動画撮ろうかなとか思ったんだけど、ちょ,ちょっとね、余裕がちょっと疲れてるんだね。まあ、あの、これから夜中まだ時間あるから、撮れたら撮ろうかなと思うんだけど、まあそんな感じですね。はい、ロズティアでした。バーイ。